万年筆が好きな人だったらみんな大好きなペリカンですが、ペリカンという会社はある国にペリカン帝国を築いています。その国とはマレーシアです。どうも、文禄です。今日は世界の文房具メーカー特集第3回ということで、世界3大万年筆ブランドの一つペリカンを紹介します。これがね、そのペリカンの、まあ、一番有名な商品なんですけど、スーベレン M400。これを使ってペリカンについて語っていくんで、まずはペリカンってどういう会社なのかっていうと、日本の万年筆好きにとってはね、すごく人気のあるブランドです。で、贈り物とかにもね、やっぱりペリカンのスーベレンがよく選ばれるんで、なんで、ザ・万年筆という感じの万年筆の一つと言っても過言ではない。というものになってます。日本人だったらね、ペリカンって聞いたらね、大体このスーベレンを思い浮かべるんですけど、ヨーロッパの人だったらペリカンと聞いたら、まあ最初に思い浮かべるのは万年筆ではなくって、子供向けの文房具を作っているブランドというふうなイメージの方が強いです。公式サイトを見てもね、クレヨンとか色鉛筆とか子供向けの商品の写真ばっかり使ってて、だからやっぱり、あ、イメージ違うなっていうふうに思います。じゃあまずはね、最初歴史についてね、話していこうかなと。1838年、ドイツのハノーファーで創業しました。歴史古いですよね。1838年なんて、カール・フォーネマンって人が創業したんですよ。最初はインクの会社でした。ここからね、40年ぐらいね、特にね、目立った歴史はないです。転機が来るとしたらここですね。1871年、ギュンター・ワーグナーさんに経営者が変わります。この1871年、このワーグナーさんから、まあ、ペリカンの歴史が紡がれていくと考えてもいいのかなって僕は思いますけどね。1878年、ペリカンマークを商標登録しました。商標登録っていう法律が定まったのが1874年なんですよ。で、そのすぐ後にペリカンが商標登録してるんで、まあ、ドイツの商標としては最初に商標登録されたマークの一つというふうに言われています。1901年、ペリカンのインクで401っていうのが成功するのがこの1901年なんですよ。快進撃がここから始まっていくわけですよ。これがペリカンの4001。20世紀に入って最初のヒット作ですね、これは。で、1929年、ここで初めてね、ペリカンが万年筆を製造して販売します。ここからね、ペリカンの万年筆の歴史が始まるわけですよ。1932年、トレドっていう万年筆を出したんですよ。このトレドっていうのがペリカンのフラッグシップ万年筆ということで、現在も製造販売されています。1950年、モデル400っていうのを発売したんですよ。これがね、大成功するわけですよ。それが後のこれなんですけど、モデル400がこれなんですよ。軸のデザイン、このモデル400とこれ、ほぼ変わってないです。これが大ヒットしたわけですよ。黒と緑のこの縞模様がね、かっこいいということで、まあ、すごくこれがヒットして、1956年まで販売したのかな。大ヒット商品になったということです。1960年、ペリカンを発売します。これも大ヒットするんですよ。これは学童向けに作った万年筆なんですね。まあ、学校ですごく売れるわけですよ、これが。ここからね、学校向けの文房具を作るメーカーだっていうふうな感じで、まあ、評価を確立していくわけですよ。1973年、パイネというところに工場を建てます。これからはこのペリカンの万年筆はこのパイネの工場で製造していくことになりますね。本社はハノーファーなんですけど、工場はパイネということになりますね。1982年、モデル400がスーベレン M400 となって復刻されます。これがスーベレン M400。 こういう形で復刻されます。この同じ年にですね、ペリカンがリストラクチャーするんですよ。まあ、会社を立て直すってことですね。ハノファンに本社があるわけじゃないですか。その本社のいろいろな機能をそれぞれ分社化するわけですよ。中にはね、その
一部を売却したりとかね、そんなことをするわけですよ。2003年、まあ新社屋ができるわけですよ。でこの本社ビルが現在もペリカンの本社ビルとして続いています。で2007年、ルー・フーイ・キーという人がペリカンの CEO に就任します。2007年から現在まで CEO として経営に携わっています。ペリカンって万年筆だけではないんですよ。もちろん他にも文房具とかいろいろ作っているわけですけど、プロダクツでいうと占める割合について、売上の 43% は学校用品です。売上の 37% は事務用品が占めてます。で 13% は文房具筆記具その他です。ここが 7%、 ここが万年筆とインクなんですよ。僕らの知ってるペリカンっておそらくね、この万年筆とインクのイメージなんですよね。これちょっと意外なんじゃないのかなって思います。世界のね、売上の割合ですね、どれぐらいなのかっていうと、 50% はドイツ国内です。国内が 50% ということは、残り 50% が国外ということになりますね。で 34% はドイツ以外のヨーロッパ、つまりですよ、ほぼほぼペリカンはねヨーロッパなんですよ。 12% は南米です。なぜかね、南米の方でねすごいペリカンって売れてるんですよ。じゃあここがね、その他 4% なんですけど、このその他の中に日本も入っていますね。だからほとんどね、日本人はペリカンの商品を買ってくれていないっていうことになりますね。従業員はだいたいもうざっといきます、ざっと1000人います。そのうち500人がドイツ人です。300人が南米の人で、残り200人がその他、あまり正確じゃないですけどざっとこんなもんですよ。年商は1年間でだいたい250億、もうほんとざっくりですよ、250億円、日本円にしてですよ。日本の企業でいうとゼブラとかペンテルぐらいの規模感ですかね、だいたい。まあこれがペリカンのデータということになります。ペリカンという会社の特徴についてちょっと面白いんで、そのことについてお話ししたいと思います。ペリカン社というものがあるんですけど、ペリカン社っていうのは、さっきこのリストラクチャーの話しましたよね。これで会社の中で会社をいっぱい作ったんですよ。いろいろな部署を会社にしていったわけですよ。まあ大体4つに分けたわけですよ。1つは製造のための会社で、販売のための会社で、物流のための会社、そして出資のための会社、目的に応じて分けました。そこがね、ペリカンの面白いところ。まあ会社ってね、毎年ね毎年ね、買収だったりね、株式交換とかいろんなことがあるわけですよ。それでまあ毎年変わっていってるんで、これから話しするのはあくまでね、2021年4月時点での決算報告書に基づくお話なんで、まあ多分来年にはまた変わってます。なので現在のお話ということで聞いてもらえれば幸いです。ペリカンの会社、実はねこれすっげー複雑なんですよ。これから可能な限りシンプルに伝えていきたいと思うんで、じゃあ会社の構造について次お話ししていきます。まず僕らの知るペリカン社があるわけですよ。ただね、このペリカン社ってね、これだけじゃないんですよ。ペリカン社って本当はね、構造がものすごく複雑なんですよ。なのでこのペリカン社を中心にしてちょっと語っていきますけど、ペリカン社っていうのはドイツのハノファーに本社のオフィスがあります。ドイツのパイネに工場があります。先ほどペリカン社の部署を分社化していったってことをお話しした通り、このペリカン社の製造部門をペリカン製造会社として分社化するわけですよね。このペリカン製造会社っていうのはこのパイネの工場、この中にあるんですよ。で製造と販売なんで、これの販売部門を分社化します。ペリカン販売会社はこのハノファーの本社ビルの中にあります。うちらが最も接することが多い会社はここだと思うんですよ。なぜなら
ペリカンの公式サイトを作ってるのここなんですよ。で、ペリカンの相談窓口、お客様センターもここにあるんですよ。エンドユーザーのうちらが直接接するのはここなんですよ。じゃあね、次、製造も作った、販売も作った、今度ね、この出資するための会社を作るわけですね。それがですよ、このここに出資する会社となります。それがこのペリカングループ社、これが本社がベルリンにあります。これがね、出資するための会社で、このペリカン販売会社に出資しています。ただね、これだけじゃ終わらないんですよ。実はですよ、この上にですよ、ペリカン持ち株会社っていうのがあるんですよ。このペリカン持ち株会社がペリカングループ社に出資しています。で、これが本社がスイスにあるんですよ。これがここに出資している、子会社化してるわけですよね。このペリカン持ち株会社の子会社がペリカングループ社なんですよ。で、ペリカングループ社の 100% 子会社がペリカン販売会社で、このペリカン製造会社はこのペリカン持ち株会社が 100% 出資しています。で、実はですよ、この我らの知るペリカン社はこのペリカン製造会社の 100% 子会社になるんですよ。ここのペリカン社のパイネ工場の中にある会社にペリカン社が買収されてるっていうね、そういう構図なんですよ。だから我々の知るペリカン社の親会社はパイネにあり、そのパイネの親会社がスイスにあるっていう構図なんですよ。複雑ですよね。じゃあね、まあまだこの物流が残ってますよね。この物流っていうのは、イーコム物流会社っていうところがやってるんですよ。このイーコム物流会社っていうのが、このペリカングループ社の 100% 子会社です。このイーコム物流会社の本社はベルリンにあるんですけど、まあ、これのことです。これ。同じなんですよ。つまり、この出資しているこのペリカングループ社が物流も行っているみたいな感じですね。これで、販売と物流と製造と出資。これで、全部揃ったわけですね。まあ、こういう構図になってるわけですよね。面白いですよね。それで、まだ終わんないんですよ。この下に、ペリカンベルギー社があり、ペリカンイタリア社があり、ペリカンスイス社があり、こちらのペリカン持ち株会社もスイスにありますよね。実はですね、これ、住所全く同じなんですよ。このペリカンスイス社の社屋ビルの中に、ペリカン持ち株会社があるんですよ。そして、このペリカン持ち株会社は社員が一人もいないです。このペリカン持ち株会社は銀行からお金を借りたり、この子会社にお金を出資したりするための会社なんで、だから従業員がいない。まあ、ペーパーカンパニーじゃないですけど、その子会社からの配当金が収益になるわけですよね。ここの。そういう会社なんですね、ここは。まあ、登記上場所が必要なんで、ここのペリカン水車の場所を使わせてもらっているっていう感じなんですね。で、この他にもペリカンジャパン社があり、ペリカン中東社があり、このペリカン中東社っていうのはアラブ首長国連邦にあります。で、ペリカン台湾社があります。ここら辺ちょっと一緒くたにしちゃいましたけど、ペリカンの世界の関連会社ですね。これはみんな販売のための会社です。で、ペリカングループってポーランドの会社で、ヘルリッツっていうね、会社があるんですよ。まあ、文房具の会社なんですけど、このヘルリッツっていう会社を買収してるんですよね、このペリカングループ社が。だから、このヘルリッツっていうのもペリカンの完全子会社です。これが本社がポーランドにあります。あとね、ペリカンメキシコっていうのがあるんですけど、このペリカンメキシコっていうのは、これ製造をやってる会社なんですよ。だから、製造ってドイツのパイネと南米メキシコで製造してるわけですね。で、このペリカンメキシコの子会社として、ペリカンアルゼンチン社とペリカンコロンビア社っていうのがあるんですよ。これはペリカンメキシコ社が親会社で、こっちが子会社という関係になってますね。ペリカンアルゼンチン社は販売の会社、ペリカンコロンビア社は製造の会社です。さらに、
ペリカン調達社っていうね、調達のための会社があるんですけど、これがマレーシアにあります。これは物流系の会社ですね。という感じで、このペリカングループ社の下にこれだけあるわけですよ。で、一方でですよ、このペリカン持ち株会社も子会社を持ってて、そのうちの一つがペリカンアジア社。これはね、アジアでのペリカンの販売を統括するところですよね。これがマレーシアにある。これ販売系ですね。で、ペリカン事務用品取引会社っていう会社があるんですよ。これはトルコにあります。これも販売会社ですね。で、ペリカンヘラス社っていうのがあるんですよ。ギリシャの会社で。ヘラスっていうのはね、ギリシャの古風な言い方なんですよね。このペリカンヘラス社も販売の会社です。と、まあね、こういう感じなんですよ。実はですよ、このスイスのペリカン持ち株会社が、なんかペリカンすべての親会社みたいな風に思ってる人いると思うんですよ。実は違うんですよね。この上にまだあるんですよ。奥が深いでしょう。入らないんで、これ、くっつけます。この上に実は親玉の会社があるわけですよ。それがペリカンインターナショナル株式会社。これが大ボスです。これがペリカンの全てを握っています。これが、さあどこにあるのかっていうと、なんとですよ。なんと、これがね、マレーシアにあるんですよ。このペリカンインターナショナル株式会社の子会社がペリカン持ち株会社になるんですよ。いやー、ちょっとすごいヒエラルキーでしょう。ペリカンインターナショナル株式会社もペリカン持ち株会社の他に会社を持ってるんですよ。それがペリカンタイ社。タイにある会社ですね。これは販売です。で、ペリカンシンガポール社。これも販売です。だから、なんかね、世界各国に関連会社があるんですけど、そのね、資本はね、複雑な関係になっているということになりますね。ということで、拠点がね、こう大きく言ってこの5つに分かれてるわけですよね。ハノーファーの本社ビルに、まあ我々の知るペリカン社とペリカン販売会社がある。で、パイネの工場に、まあ我々の知るペリカン社とペリカン製造会社があると。で、スイスのビルにペリカンスイス社とペリカン持ち株会社がある。で、ベルリンにペリカングループ社とペリカンの物流会社がある。で、マレーシアにペリカンインターナショナル株式会社とペリカンアジア社とペリカン調達社が同じビルに入っているという感じで、拠点5つあるんですよね。さっきこのルーフイ・キーが CEO になったって言ってるじゃないですか。取締役会8人いるんですけど、全員マレーシア人です。で、ペリカンインターナショナル株式会社とペリカングループ社の中に経営陣がいるんですけど、経営陣5人いるんですけど、そのうち1人はルーさん。5人のうち3人はマレーシア人で、ドイツ人は1人しかいないです。まあ、ペリカンはドイツの会社ですけど、ちょっとマレーシアっていうのが意外だったと思うんですよね。そこを知らない人多いんじゃないのかな。決算書ももちろんね、ここが発行してるんですよ。だから、ペリカンの売り上げって、マレーシアリンギットでやられてるわけですよ。そこも面白いですよね。ユーロじゃないんだっていうね。まあ、まだ他にもあるんですけど、今回説明したのは、ちょっとわかりやすくするために一部に絞らせてもらいました。まあ、全部含めると、このペリカンインターナショナル株式会社は連結で、売上高は10億マレーシアリンギットありますね。約250億円ということで。連結でそれだけ売り上げのある会社ということですね。だいぶ長くなりましたけどね、これで終わりにしたいと思います。いかがだったでしょうか。本当ペリカンってね、ただのインクの会社からね、今ではねもう世界三大ペンカンパニーの一つになってるんで、そこはねやっぱさすがペリカンだなって、そのペリカンの、まあ、経営のうまさがやっぱり光ってんのかなっていうふうに思いますね。ルーさんね、マレーシアでねペリカン帝国を築いてましたけど、まあ、昔からね、経営がうまい会社だったと思いますね。文力ではね、今後もこういった感じで、世界のね、文房具メーカーについて、ちょっと詳しくね、語っていきたいと思うんで、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた。